はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、山梨県に来ておりまして、大食いがね好きな方はもうね結構知ってる方も多いと思うんですけれども、吉田のうどんを提供していらっしゃいます荻窪さん、まあ、うどん屋さんですね、にお邪魔しております。というのもね、今回ね店主さんの方から、まあ、お声掛けをいただきまして、大食いがね大好きらしいんですけれども、僕もねぜひみんながいただいているうどんを食べたいと思いまして、本日はねこちらのお店にお伺いさせていただきました。で、吉田のうどんがねどんなものかって知らない人のためにいたねご説明をさせていただきますと、この山梨県にございますご当地のうどんで、めちゃめちゃねコシが強くて太いうどんなんですよ。食感とかコシとかプラスアルファで香りもねものすごく高いうどんとなっておりまして、僕もね久々にこの吉田のうどんうどん食べるんですけれども、めちゃめちゃ楽しみでございます。今回は通常ね提供しているメニューを台で5品いただいていく予定となっております。まあね、ちょっとそれでも10玉あるらしいんですよ。味わいながら、まあ、しっかりと大食いを楽しんでいきたいと思います。で、ちょっとねメニューとかを見てると、まあ、デフォルトのまずかけうどんで並400円と、まあ、台でも600円、替え玉をすると200円ぐらいらしくて、まあ、基本的にはねどのメニューもめちゃめちゃ値段が安いんですよ。めちゃめちゃリーズナブルにね美味しい吉田のうどんがいただけますので、ぜひね今日の動画をご覧なさって、まあ、気になった方はね食べに来てほしいなと思います。本日ねいただくメニューは、まあ、店主さんのねおすすめのメニューをお願いしておりまして、本日のラインナップこんな感じでございます。いただきます。うまそう。ということで、まずはね一品目と、まあ、二品目、まあ、合わせてねいただきました。食べながらメニューの説明をするとして、早速ねいただきます。まずはね一品目、こちらあったかいつけうどんですが、これで皆さんに麺見ていただきたいです。よどう、これめちゃめちゃ太いでしょう。このね太さが吉田うどんの特徴で、コシとね弾力がすごいです。いただきます。程よい塩分とこの小麦の甘さをしっかり感じて、麺だけでね十分うまいです。うまっ。そしたらちょっとねどんどんとつけ汁の方にもつけていきましょう。こちらがね通常のつけ用の、ま、汁でございますね。いただきます。うん、うまっ。でもね、漬け汁もねしっかり出汁感あるんで、これにつけるとねよりやっぱりうまいっす。これね見てて分かると思うんですけど、普通の方だったらマジで1本すするのは限界だと思う。1回でねまとめて吸えないと思う。そしたらちょっとね2種類目の漬け汁もいっちゃいましょう。あ、すいません、ありがとうございます。冷たい麺でありがとうございます。すいません、こっちの漬け汁行く前にこれね冷たい麺もいただきました。これまたねしっかり締めてあって、このツルツル感たまんないですね。でもその前にまずはこのね2種類目の漬け汁でございます。こちらが肉漬けということで、まあ、通常と違ってねこんな感じでお肉が入っております。ああうまい、うまい。味わいもまた全然違いますね。これキャベツもこれ一緒に行かせていただいて、肉の出汁が染みてるから、このね甘みも足されるし、これはまたねありです、大ありです。
ずはね、こちらのあったかいつけの麺は完食でございます。続いてこれ冷たいのだね。ひとまずね、麺だけで食べてみます。腰が段違いすごいな、これ噛むたびに歯がね、跳ね返されるこっちも漬け汁に漬けさせていただきます。いいよっと。かえつけ汁につけると表面がねちょっと柔らかくなるんですよ。またこの表面の柔らかさと芯のこの硬さ、これもこのコントラストっていうのかな、食感のこれがね楽しいです。でこれね、卓上に揚げ玉とあとねこのすりだねっていう、まあ、辛い調味料の味変アイテムがありまして、これ揚げ玉入れていきましょう。ちょっと肉の方にも入れまして、いただきます。やっぱり天かす合うな。これ肉が入ってる系のやつに揚げ玉めっちゃ合うかもしれない。試す前にうますぎて食いすぎて麺なくなってしまいました。美味しくてさ、ちょっと止まんないんだよね。ありがとうございます。美味しい。食べてみてください。もうきんぴらめちゃめちゃ大好きです。ごめんなさい。ありがとうございます。ということで、ちょうどね先ほど2杯分ね完食した、まあ、ちょうどいいタイミングでね3杯目もご提供いただきました。3杯目いただきましたのが肉つき身の大でございます。プラスアルファで人気のトッピングらしいんですけれども、こちらのきんぴらごぼうもいただきましたんで、合わせて3杯目は食べていこうと思います。このお出汁美味しいのは分かってるから。美味しい。でもまたねつけんときはこう麺つけるとどうしてもつけ汁の方は温度下がっちゃうからあれなんですけど、これあったかいものでいただくとより温度も高くて出汁の香りが強く感じるんで、これはこれでねまた別物のような味わいで、初めましての感覚で美味しいです。はい、ってことでこれね、あったかい麺一口いただきます。うん、あ、これきんぴらも合わせてみますか。トッピングなんで3分の2ほど和えさせていただいて、残りはねちょっとこのままでいただきます。きんぴらごぼう大好きなんですよ。この味付けがもう好みにジャストミートしてる。あーとストライクだね。そしたらこれ月見の黄身を割りまして、うわうまそう。そこにこれきんぴらをね絡めさせていただいて、よいしょ。あー、きんぴら月見でございます。うまそう。きんぴらトッピングすること絶対おすすめします。お肉はねこれ甘辛というか結構ね辛が強めの醤油ベースのお肉なんですけど、きんぴらごぼうの方はね甘みがかなり効いてるんで、これはねこの卵とかにめちゃめちゃ合う。それこそ肉そぼろのような甘辛な味わいになってめちゃめちゃうまいです。
辛いのも大好きですね。そうですよね。本当にすりだねなんかはあの普通の卓上に置いてある一味とかに比べ物にならないぐらい辛いんで、入れるときは、ね、皆様あの徐々に入れてほしいんですけど僕もちょっとこのすりだねね試してみたいと思います。こちらがね、卓上にございますすりだねでございます。ちょっとうわやっぱね吉田のうどんといえばこのすりだねなんで、これですねやっぱり。うわ本当に風味がめちゃめちゃいいです。そこら辺にある七味唐辛子なんかの比じゃないぐらいね、この香りすごく立ってて、うわその香りがねこの出汁感にめちゃめちゃ合うんですよ。ありがとうございます。いただきます。冷やしです。うわ、うまそう。ということで、4杯目にいただきましたのがこちらでございます。肉冷やしの台ということで、先ほどね、いただいた肉月見、あったかいおうどんとは違って、これ冷やしになるとこんな感じで、平皿で提供されまして、揚げ玉もね、最初から乗っております。で、ちょっとね、これにはこのわさびが合うってことだったんで、これね、食べた後にちょっと味変で楽しんでいきたいと思います。それでは、いただきます。これやっぱりこれ平皿なんで、スープってよりかは、本当にこんな感じで、お出汁っていう感じの量ですね。これめっちゃうまっ。それこそさっきいただいたあの冷やしのつけ麺ともまたちょっと食感とか味とかも全然違くて、これねベースのスープの方も通常のつけ汁だったりとかスープよりもほんのりね甘めに仕上がってるので、このお肉の相性とかこの揚げ玉の油感ともしっかりマッチして、これめっちゃうまいですね。これちょっと絶対わさびあんで、うわこれたまんねえなこれ。わかった、これだし醤油でいただくうどんの刺身だ。わさびを入れるとはもう本当にね、このうどんがねお刺身のように感じるの。うん、まいこれいいですね。すりだねこれに絶対合いますもんね。これ美味しいだろうな。ちょっとねすりだねで味変をさせていただいて、すりたね合いますねこれ。おいしい。ということでね、4品目でございます。肉冷やしも完食でございます。お疲れ様です。すごい、ありがとうございます、はい、ということで本日ね最後にいただきますのがこちらでございます。スペシャルの台でございます。先ほどいただいた月見にかき揚げと竹天がトッピングされた一杯でございます。うどんにさ天ぷらは罪よね。もう絶対うまいと思うんで早速いただきます。まずサクサクの状態でこの天ぷらいきたいよね。
でこれね、天ぷら浸しまして、また油染み込ませると絶対うまいのよ。やっぱり揚げ玉もそうですけど、このね、うどんには天ぷらのトッピングは鉄板でございます。ということでね、ただいま5品すべて完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでね、大食い界隈でも話題の吉田のうどんを提供しております荻窪さんで、美味しいねレギュラーメニューをご注意いただいてきましたが、どれもねめちゃくちゃ絶品でございました。一応に今うどんもしくは吉田のうどんとくくったとしても、お店さんによってね全然味の特徴だったりも違うんですが、こちらのうどんはねもう本当に甘みもしっかりあるし、塩分もほんのり効いておりまして、麺自体でもめちゃくちゃ美味しいんですが、それに負けないぐらい出汁が美味しいので、一杯としてのね完成度がものすごく高いうどんばかりでございました。またね出汁なんかもほとんどのメニューで同じものを使用しているらしいのですが、つけだったりとかあったかかったり冷たかったりと麺の状態によって全く風味だったりとか味が異なってきますので、そこもねやっぱこう食べ比べてみると面白いなと思いました。いやせっかくみんなも来てるから、いつかね、まあ、チャレンジデカ盛りなんかも食べてみたいなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたします。じゃあね。